物頼まれちゃった。福生市の紹介。東京都福生市は東京駅から西へ約40キロの位置にあります。福生七夕祭りが有名で、多摩川では多くの野鳥を見ることができます。面積は約 10.16 平方キロメートルです。今回の大事なポイント、わからないことがあったら恥ずかしがらずにお店の人に聞いてみよう。リム君、ライム君、7歳、カードを買いに行くよ。左、そう、ずっとまっすぐ行って、で、ここに信号を、あそこ、ここ見て、ここ、信号、またどうするの、歩道橋、渡って、ここは歩道橋じゃない、信号渡って、うん、で、次どっちに回る、曲がる、左、こっちに回って、ここずっと行ったら、福生駅あるから、うん、駅まで行かない。で、ここおもちゃのフルやって、書いてあるところ、3階のカードケース2枚とカードを買ったら、カードケース2個目、2枚カードケースだと、カードを金が足りたら買えるだけ買ってきていい、これだけ買い放題で、エレベーターじゃなくて何で階段で行って、で、買ったらもう一回戻って、ちゃんとこの道の通り帰ってこれる、うん、頑張れそう、はい、はい、じゃあ頑張ってください、待ってるからね、はい、2人行ってらっしゃい、行こう。さあ、いよいよリム君とライム君、双子の兄弟がお買い物に出発するよ。こっちから、行ってきます。うん、元気でいいね、その調子で最後まで行こう。初めての形から、で、左行くから、これ歩道橋の道や、次の川、お父さんゲーム、お父さんゲームやって今歩いて、で、渡ったところやから横断歩道、こうなってるから、ここ渡って、ほら、そこに前あるから、ここ渡って、で、ここで来たやろ、で、雪だるまの窓があるから、あとはここから言うと雪だるまに、窓に雪だるまって書いてあるから、信号の少し前に買ったから、ね、次ここやろ、次は渡る。さすが男の子、元気はつらつでいいね、なんか助け合っていい雰囲気だね。あっちあっち、あっ、ストップ、1回見よう、もう一回、工事中すぎたらもう、待って、工事中ってどこや、そこやって、すぐ目の前、リソナ、リソナ、リソナ、こっち、リソナやから、渡るから、まだまだや、渡るんやな、あ、見えてくる、あそこが表の上や、お、早速目的地を発見したみたいだね、でも焦らずに行こう、待って待って、レッツゴー、次は、次どこや、今リソナ曲がって、はい、まっすぐ行きます、どうしたのまで行きました、早いな、行くの、うんうん、本当にここまで順調だよ、喧嘩もしないで、えらいえらい、ここブレッドガーデン、ほら、ブレッドガーデン、ね、ここブレッドガーデン、ケーキ屋さんやから、もうちょっと行く、もうちょっとやな、あった、今日お買い物するお店はおもちゃの古屋さん、こっち、こっちからじゃない、階段こっちからや、さあ、無事お店に到着、
リムくんとっても嬉しそうだね。ライムくんはクールなのかな。カードケース、いや、これでいいんじゃない。わお、こっちのあれで、はい、あっちの方がいい、あっちの、あっちの方がいい、はい、あと2つずつやから、え、なんで2つずつじゃない、2つずつ、カードケース2つ、これとかね、はい、2つずつ、違う、2つ、2つずつ、じゃあ、こんな1個しかないの、これは2つ、2つでいいじゃん、あと、違う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 、あれ？ちょっと雲行きが怪しいぞ。うん、違う、あれ、これちょっとお値段が違うんだけど、あ、違います、これだけでいいんです、これだけでいい、2つずつ、2つずつ、あ、違う、2つずつ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 、違う、2つずつ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 、これとこれでいい、うん、あと2つ、アホ、あれあれ、ついに喧嘩が始まっちゃうかな、一つずつ勝手に開けたか、勝手に開けたか、勝手に開けたか、二つずつって言ってたって、言ってたの、二つって、って言ってたのね、違う、ケース開けないでくださいって言ってた、書いてあるやん、ここに、ね、これ一つずつってこと、なんとか大丈夫だったね、よかった、あと、あとカード、好きなカード、これ一緒にもらっていい、違う、あと僕なの、これは、うん、これ僕の、あと一つ、はい、これ僕のですね、はい、じゃあこれ別々に、はい、わかりました、うん、これにして、はい、じゃあね、700円ずつ送りだから、これね、これと、ね、わかんないです、いよいよお楽しみのカード選びだね。あとは、さあ、お店の中を自由に見て好きなものをじっくり選ぼう。宅配便の人が来て気になっちゃいます。うーん、あれもこれもで目移りしちゃうね。欲しいのがあったかな。やっぱり最初のところに戻ってきちゃったね。だからこれでいいや、シングル中でもあと一つ残ってるし、これでもこれは多分入れてない、はい、ここがポイント。わからないことがあるときは自分で勝手に判断しないで、恥ずかしがらずにお店の人に聞いてみましょう。優しく教えてくれるからきっと大丈夫だよ。
ラクションムーン。あれ結構そっけないな。こういうのドキドキするよね。たくさんあると迷っちゃうよね。別のカードにすればよかったかな。そうそう、よく考えて間違えないようにね。さあ、お買い物終了。お母さんのところに戻ろう。おもちゃの古や。もうちょっと買いたかったけど、やっぱ残しちゃった。もし お金もらえたら、そのお金もらえたらさ、ラッキーだから残していける。近いところで買えたらいいや。似てるのほら。他にもう一回買えなかった。え、なんで、うん、え、集めてって言うの。これ集めたよな。うん、集めた。え、集めた。5枚入りやで。そうそう、そういうこと。うん、嘘のがあるから今こっち上がって。おーい、逆だよ。どこ行くの。こっちやろ。こっちやろ。こっちの信号渡る。こっちじゃないで。こっちやで。こっちか。先渡ってきたの。こっちやろ。また同じ場所に戻るね。あ、そう。喧嘩にならなくてよかった。なんか上機嫌だぞ。また同じところ通ればいいだけやん。こういうちここで、ね、ここでない。通ったやろ。工事中まだやで。あ、そっか、工事中。お、今度はリム君が先頭だね。おっと、危ない。車には注意してね。大丈夫、ここや。用意はしてんけど、ここ駐車してる。ほどほど渡ってここ駐車してる。うん、今やったっけ、あんまやったっけ。ライム君も歌を歌って絶好調だね。いよいよゴールが近づいてきたよ。気を抜かないでね。そうやで。そう、信号はきちんと守らなきゃね。偉いぞ。何何何何。走っていく。見せて、何買ってきた。1枚しかカード買って。え、2枚。え、別にいいやん。いいよ。
カードケース。で、お金分かった計算。うん、あ、これね。ピムがさ、2個ずつ。いや、別にだから、あるだけでいいって。うん。ピムがこれ2個ずつついてる。2個ずつ？え、合ってる？合ってる。大丈夫？うん。いいよ、持ってて。迷わなかった？うん。ちゃんと渡れた？うん。2個ってお金余ったな。うん。162円。自分で計算できた？うん。喧嘩しなかった？うん。じゃあ、そういうことにしておこう。お金を。はい。505円の。自分で分かったの？計算できた。550円のこと。うん。2枚買ったの？2枚。え、これに1枚だよ。うん。ピーマン2枚買った。昨日から発売。どうやった？楽しかった。楽しかった？うん。また行けそう。うん。昨日から発売。また行ける？じゃあまたお願いしていい？うん。はい。リム君、ライム君、ちゃんとお買い物できたね。今度お買い物に行くときも、わからないことがあったら、お店の人に聞こうね。今回のポイントをおさらい。わからないことがあるときは自分で勝手に判断しないようにしましょう。恥ずかしがらずにお店の人に聞いてみましょう。きっと優しく教えてくれるから大丈夫。